ハイパーチャマでございますということで、この監督ちょっとね、ちょっといいんじゃねえかという感じになってます。これでこの監督のディフェンシブ戦術、リトリート超アグレッシブ、カウンターロングパスサイドフォーメーション重視で、攻撃意識1個上げ、いいんじゃないかと思ってね、や見せてみたいと思います。あのリトリートアグレッシブで、あのラインが高い方がいいと思います。僕はシメオネとかは多分そうなんですよ。こうやってリトリート中央アグレッシブでラインが7で、コンパクトのトネスが9でしょ。でこの人、俺が言ってた人、この人はもうめっちゃ似てるシメオネに、442だし、リトリート中央アグレッシブでディフェンスラインの高さが1個高いんだね、シメオネより。だけどシメオネの方がガツガツ後ろのね人たちが取りに行ってくれるわけよ。なんかよくわかんないけど、この人はちょっといまいちでした。まあまあ強いけど、そんなめっちゃシメオネの方が強い。で、3バックの場合は僕はね、ちょっと高すぎるのは怖いんで、高すぎるのは怖いんで、この人は、ちょっと低いですね。それがまあどう生きるか。まあ、3バックでめちゃめちゃラインが高い監督がいれば、ちょっと試してみたいは見たいんですけど、この人はまだちょっといなかったんで、うん、この人で調子1個上げ？いないかな、誰か。クロップのワントップとか鬼強そうだけどね。パチーノ。リトリートセーフティーじゃないんだよね。この人も、あ、リトアグレ。あれ、これもしかして、3セントラルにできるやつ？だとしたらこれ強いよ。ちょっと買ってみる。試しにね。まあ、でも、相性がまだね、良くないだろうから、使えないかなって気がしますけど。4222は、まあ、多分、シメオネでいいや。シメオネで一番強いと思う。あとは433のリトリートアグレッシブ。ただね、そう、433のリトリートアグレッシブで調子1個上げ？やったんだけど、なんかね、ダメなのよ。なんでかっていうと、多分ね、中盤ガッて前で前プレス行くわけじゃん。あの、言ったらあれよ、ゲーゲンプレスみたいな感じになるわけ。ゲーゲンプレスみたいな感じで行くけど、中盤が薄いから縦に逃げられちゃうんだよね。そうするともうあとワンツーしたりとかして剥がされちゃうから、中盤はやっぱね4枚いた方がいい、4枚以上っていう感じで。なので、じゃあどうしようかなって思った時に、俺はね、ツートップはね、あんま好きじゃないんですよ。最近飽きてきてて、ツートップの攻撃パターンが少ないから。だから、誰だったっけ？今取った人。スリーバックの人取ったよね、俺多分ね。あ、この人か。うん、リトリートサイドなんだよね。中央とサイドがどう違うのかっていうのがちょっとわかりませんが、この人ちょっと使ってみようか。やってみてね。24。20、あ、ギリあったわ、24。これで99になれば、ちょっとこの人使ってみたいけど、ちょっとならないかもね。これ15ぐらい？あ、15以上いるかな。お、あとちょっとやな。うん、ならなそうですね。あ、でも適性があるポジションに配置したら、なるパターンか、どうだ？アザール、あ、99なったね。この人で行ってみよっか。アザール、グスタボ、ファビーニョ、ロナウド。で、ここ、こうでしょ。ちょっと待って。ウィングですね。ウィングでしたわ。マジかよ。だったら最初からウィングにしといてくれ。で、監督変更します。もう、ねえ、マネージメント使っちゃった、二十何も。何してんだよ。もうだったらこの人使うわということで。プロフィール見てみましょう。あの、守備変わんなかったかな、さっきの人のが。まあでも、ここだからね、リトリート中はアグレッシブ。うん、コンパクトネスは結構いるんじゃないかと。俺結構、コンパクトネス中だからさ。これでしょ？なんだよ、あのおっさん。スリーセントラルできますせ、みたいな顔して、あれかよ。で、ウィングか。まあ、ST でもいいかなって思ってて。で、ここは絶対2ボラです。そうすることによって、ここ2枚とここ3枚は絶対、相手で、中央5人は絶対守備に残るよ、みたいな感じ。で、必要だったら、ここディフェンシブをつけたいと。ただ、アンカーなんで、今まで僕ね、カンテとかバランを使ってたんですよ。バランじゃない、ビエラ。ハードプレスね。で、ここウィングバックは入れます。これはね、ウィングバック入れた方がいい。やっぱサイドはね、今作グラウンダークロスに弱いから、ウィングバックはね、戻ってきた方がいいですね。で、できればですよ。前の3人だけで完全に攻め切る。難しいけど。だから、2ボランチも攻撃の時に使わないし、サイドハーフも使わない。っていうことをすると、後ろ3枚と、
真ん中4枚が常に自分たちの陣地近くで待って守備を受けれる状態になってるんで、かなり強いです。でハードマークも入れる、うん、ハードマークはねこの時入れない、うん、無理だから、人が少なすぎるから。これちょっとね、これでリトリートアグレッシブの3バックで調子1個上げ、どんぐらいだろうな、十何試合ぐらいやったかな、そこそこでした。ただめっちゃ強いって感じはなかった。だから3バックしたい人にはおすすめぐらいの感じで今言っときましょうかね。とりあえずはメッシ、モドリッチ、あ、ファビーニョがちょっとボンバーしてるからカンテ入れたいけどな、ちょっとモドリッチはねボランチの適性ないし、カンテの方がいいわ。だったらここモドリッチにするか。メッシ、これありだね、これありだね、うん。でピエゾロとホドリゴが後半ボンバーバー、キンベンベできないね、こんな感じですね、うん。でハードマーク、ウィングバックだけ入ってて、ディフェンシブを一応入れときますと、まあ、ちょっとわかんない、ここはねちょっと やってみて外していくかもしれない。ツナルなんでめっちゃ早いスリートップ、めっちゃ早いスリートップ来たよ、カウンターめっちゃ早いスリートップ。それにこの3リトリートアグレッシブの調子1個上げ、3バックが通用するのかどうか、チャマはどう感じてるの、ツイッター見てます今、話しかけないでください。パッ、いきましょう。そしてねこれですわな、うん、これですわやっぱり、うまい、見てほらもうこんなに飲んじゃったよ。3日目、4日目ぐらい、沖縄県沖縄市宇都川かな、地都川か、漢字の字に登る川、プロポリス生ロイヤルゼリー入り蜂蜜、百花蜂蜜、100の花と書いて、国産ハンガリー産、生ロイヤルゼリー台湾産、プロポリスブラジル産、世界中から集められたいろんないいのがこの蜂蜜に入ってると。生ロイヤルゼリーはミツバチの世界で最も栄養価の高い食物で、女王蜂かっこ働き蜂よりも40倍の寿命を持つ、すごいねの常用食となっております。これ飲んだら俺40倍生きれるんだ。今平均寿命が80歳だから320歳、違うな、4倍で3200歳まで生きるの。チャンネル登録者めちゃくちゃ最終的に伸びてんじゃない、ほとんど死んでるけどな、この7万人この7万人は確実に死んでるよね今いると。まあ孫の代までね、よろしくお願いしますよ。でこれで攻撃1個上げ、どうだ。でこれもねちょっとやっぱね、シメオネよりね難しい、若干難しい守備が。だけどほらめちゃめちゃ人いない、めちゃめちゃ人いると思わない。でここでねやっぱ3トップだけでしたいんだけど、なかなか無理だから、ここ通すしかないねみたいな。あ、惜しい。でね、攻撃が楽しい、何より。守備はそんなに簡単じゃないけど、どうでしょう、ない？ OK、蹴っちゃう。で一番やばいのがこのビルドアップで失敗することなので、ここは蹴っちゃう、蹴っちゃうよっつって、いやほらサイド空いてるよみたいな、サイドハーフがここにいるからね。あー、ちょ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 、後ろから蹴られてた今、全然絶対に。ここは取れるね、あ、ファール、こっちの、おかしいだろ今、ロナウドアキレス腱ガチにいかれてたぞ。うん、守備は強くない、はっきり言ってまあ弱くもないけどね、ここいい感じで。でここですね、3人、よし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 、もうでも無理していこう、無理していこう、ここ開くよと、ここ1人行くからセンターバック、このセンターバックまで下げるとカンテを、でも相手もほら攻めづらそうじゃない、どう、あ、来た来たんじゃない、これ3人で攻めたい。おらー、吉田さん、ナイスメッシ、これができたら。ただ俺メッシは使いたくないな、3トップでね。あの人走んないでしょ、裏抜け走んない人嫌いだから俺。 OKOK、 ここよ、ここ3人で行こう、3人でいいね、いいね、3人で行こう、これ無理か、ここだ、よしよしよし、ええ、惜しい、まあまあまあ、もうこれでいい、これでいいと。で十分に人残ってますよっつって、でサラーも戻ってきたよっつって、いいじゃんいいじゃん。お、ムバッペある、打っちゃおう、
うやっしゃー、うやーみたいな、まあ、だから強力なスリートップがいないとこのフォーメはもしかしたらちょっと成立しづらいかもね。もう3人だけでいけるよみたいな。ほらほらほら、ここ怖い、これ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 怖い、なぜならボランチがいないから。そうだからもう待つしかない。なんとか取れたけど今のはもう大ピンチ状態。ムバッペー、ここ3人で行く、通らないか。でね、今ねちょっと調べてるのが、攻撃意識1個上げたらスタミナは減りやすいのかっていうのをね気になって、ちょっとでみんな動くわけだからスタミナ減りやすいのどうなのって言って、どこも出すとこないよ。あー、入らんか。ゲージはちょっと強すぎるかなって気がしました。そうだからスタミナがねどんぐらい減るか、うん、気になってるとこです。そこはブラブラってしたい。そういう邪魔をブラブラってしたい。あ、これ勝てるんじゃない？ OK。 あ、そう、ほらダメだよ。カンテちゃんに気使ってあげて。でもしねこうそういう形、ずっと3バックでさ、3バックでボランチサイドハーフを使わないで攻めたいって言ってるじゃん。でそれがもしできなかったとき、できなかったときはもうね、時間稼ぎの守備だけ、3バックで時間稼ぎの守備。あ、こういうときとか、あ、行かせへんでみたいな。行かせへんで、行かせてるけどね、ちょっと今取られる位置が悪すぎたんだけど、行かせへんでを基本にねやっていきたいと。あ、これとかも怖い。もう蹴っちゃう、もう逃げるしかない。いいとこいたね。でもね、ほらこうなるとさ、ここ使わなきゃいけないでしょ。でも見て、希望にあふれたサイド、サイド見た今、ネイマールとさ、ここあとロナウドがもうがっつりねサイドにこっちやでみたいな。あ、惜しいね、ここそこよ、そこここでしょ。でここはもうカンテ戻して、人が足りないから。ちょっと待って、ルーベンディアース、なめんな、やめて、マジでルーベンディアース、あんなすり抜けんの、おい、俺信じてるんだぞルーベンディアースを。まあ、その辺置いといて、カウンターボンバーだから、あそこなんかねもう無理っていうところはある。これも無理よ邪魔っていうところがある。でかいやついないな、でかいやついない、でかい。もうこれで何がいいかって、ロナウドがねサイドハーフから入ってきてくれる。でそしたら競るのはサイドハーフとかウイングの人、あとはサイドバックの人とかと競るから、めちゃめちゃねヘディング勝ってくれる。ただ今ちょっと出てくるタイミングが悪かったね、まあ、こっち側だったから見にくいっていうのもあるけど、これちょっと怖いけど、クリバリとルーベンを、あとロナウドか、前に行かして、ここで1点取ってやろうという魂胆ですわ。あ、もう近寄ってきちゃったな。何回キッカー変えても近寄ってくるじゃねえかよ。こういう時は、クリバリ、お前ならいける、そういうこと。これだからクリバリ、 FP クリバリ、この人はね、手前にやって低い弾道の、スティックを上に倒すやつ、あのクロスさえ上げさせなきゃと思ってたでしょ。うちのクリバリ班をなめたあかんぜよと、なめとるやつにはってこと。ケツの穴から指突っ込んで奥歯をガタガタ言わせましょ。こういう時はこういう時はもう取りに行かない、時間稼ぎ、時間稼ぎやでみたいな。そしたらほら見て、サラーみたいなねウィングバックが戻ってきてくれるよって。あ、これダメだ、それちょっとやりすぎで、ツーボラいるときはガンガン取りっていいよ。ツーボラがまだ残ってるときは、まあ、ハーフ、サイドハーフの位置にもよるけどガンガン取りに行っていいよっていうのがうちのチームの約束です。こういうときダメ、取れたからいいけど、こういうときは、あ、ちょっと臭すぎない、それ。もう携帯うるさいし、携帯はうるさいしね。なんかカバーニのくっさいやつやめてよ、カバーニのくっさいやつ。ただまあなかなかねいい攻めはできてる。よし、奥まで蹴れるかな。いや、その奥まで蹴らないと。はい、ロナウドをねもうちょっとグッと入ってきてほしい。まあクロスポジショニングとか入れたらいいのかな、わかんないけど、
ロナウドがもうちょっとグッとね、お前やっていうの。まあでもこっち次はね、右攻めで奥にロナウドが常に見える画面になるんでね、そういう時はもうロナウドのいいタイミング、もしかしたらだから、あ、いいこと考えた、ここ ST にしちゃおう。そしたら多分 ネイマールが割と下がりながら受けることが増えてくるから、そこのスペースを使ってロナウドが上がってくるっていうことがデザインできるかもしれない。これが攻撃のデザインだぞ、モーリーニョ。はい、あ、ちょっと怖いですね。でここはなるべくね、うん、パーからの、あ、でもいいんじゃない、ほらほらほら、ロナウド来たよ。あ、ちょっとそこはもうサラ、お前普段より頑張って走ってクロス上げてほしかったね。 ST かもね。 ST にすることによってネイマールが結構自由に動き出すから、サイドに張らないから、やっぱサイドに張ってるとロナウドも追い越せないじゃん。自由に動いてパーみたいな。あ、でも、あ、ちょちょちょ、困ってるよ相手、困ってる困ってる困ってる、ほらほらほら、でもロナウドもね、あ、惜しい、取れる。あ、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 ムバッペちゃんそれは。これはもう下がりながら守備、オーケー、ナイス。はい、あ、いいぞいいぞ、メッシメッシ、おわ、パス伸びちゃったな、メッシ、もうもらって旬だったのに。これやばい、これやばいやつ。はい、ここ追いかけ、ここはまあボランチでね。はいはい、あ、いいね、ネイマーネイマー、あ、お、天才また抜いたぞネイマー。そしてメッシ、あの時の思い出を忘れないみたいな、バルセロナゴールですよ。俺たちあの時同じ釜の飯食ってよみたいな、何か、あ、同じ鍋のパエリア食って、怖い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 、オッケーオッケー、ルーベンナイス、それがね、いいとこで、ちょ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 、やめろやめろやめとけ、ほんとマジで、そこでかっさらわれるのはほんとにないから、君たち、せっかくさバルセロナゴール入ったのに、そこほんとかっさらえだけ気をつけて、人いないから何より、だから蹴ってもいいかもね、この辺で持つのももう怖いよね、もう怖いぞと。よし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 、サラサラサラ、いいね、早くね、この人誰だ。お、今日ね飛行機に乗らなきゃいけないんですけど、飛行機やでっていうのをめっちゃ携帯が教えてくるやん、分かってるから、だからこの時間に動画撮ってんだよ朝に。これ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 怖い、これ怖いよ。はい、オッケーオッケーオッケー、全部読んでっから、うちのルーベンちゃんは。あー、ロナウド前行ってほしいかな。あ、でもでかい、あ、グスタボ頼む、オッケー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 、触ってないよな、グスタボ触ったんか。そんな髪型してるからちょっと髪の毛がちって当たるんだろう。キレ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 、オッケー、ナイスグスタボ、そういうことだ、いいぞ、あ、下行くんじゃない、カンテナイパ、うわー、メッシには無理かな、メッシには無理、ちょっと変えるか、グイーンフォワードいないかな、もしかしたらペリ、あ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 、これはちょっと遊びすぎだわ、それはちょっと遊びすぎ、遊び心がもう爆発しちゃってるから、やばいよサイド、オッケー、そこ読んでる、なんか戻ってきてほしい、ロナウドが、そう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 、でカバーカバー、そんな簡単に取られるんですか、いいね、もう蹴っちゃいたいよねここね、前にね、でっかいやつ置いてもいいかもね、メッシとかじゃなくて、メッシとかじゃなくてもっとでかいやつ、ヘディング適当に蹴っても勝てるみたいな、あ、いいね、いや、お前ムバッペ、お前その気、ムバッペだからよ今の、他のなんかヘボいフォワーズだったらやってないよ。で、中盤はね、4人なんで人が、スタミナが減りやすいんですけど、このままね、まあ、メッシはちょっと無理だけど、ウイングをそのまま、持ってくることによって、サイドハーフの人の方がね、まだちょっとだけ疲れがね、ないんで、あんまり。で、これで、ホドリゴは ST か。ホドリゴじゃあこっちにしよっか。で、カンテとグスタボ、まだ大丈夫だけど、減ってるときは入れていくと。アザールしよっか、あ、だったらこっちの方がいいか、これで、ただ1点差だからね、かなり厳しい、点は取れる、攻撃は楽しいけど守備はちょっと難しいみたいな、でも面白い、カウンターターゲットなんか入れてきてる、カウンターターゲット誰に入れてきてんだ、カバーニか、
ッケーオッケーオッケー、されない、さ予想しとかないと勘定、そこは予想してこぼれるかもしれない、かもしれないサッカーだよ、だから鴨頭さんだよ、だからこぼれるぞっつってボールがこぼれたら俺は絶対に取るぞーだよ。これミラー誰だ、あの白髪みたいな、ラモス、オッケー、ナイス、あちょっと完成されちゃった、オッケー、いや出したよ、よし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 、サイドオッケー、ここが開くよね、で触れるでしょ、はい天才ムバッペ、お前のいいよいいよいい、お前はお前は足速いしフィジカルも強い、いや手前が良かったな、ロナウドが良かった、はいはい、オッケー、よし、うらっ、お前だから打ったのに、お前だから打ったのに、中途半端な選手だったらトラップしてるな、お前だから打ったのに、もっぺんもっぺんでも、よしサイド、あうん、ディフェンシブディフェンシブ、ウィングバック、むちゃくちゃな、あ 4-2-4 でやってんだ、相当負けたくないんだね、3バックで 4-2-4 厳しすぎませんか、ちょっとやばいね、ちょっと怖さがにじみ出てくるね、これはもう取ったらクリア戦術が大事だと思う、うん、こっち水中後ろ3人でしょ、でボール取るじゃんその3人が、でもうプレスしてくるやつが4人いるわけだから、これ地獄ですよ、ヘイ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 、あこれ勝てるでしょ、クリバリーナイス、あそこのパスをね、ホドちゃん可愛いからいいけど人足りなすぎ事件起きてるよこれ、もう単純に横横横ってやってるだけだもん、あ危ねえ、ケロケロ、これこれもう普通にビルドアップできない、ホドちゃん信じてる、あ、ナイス、来た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 、ネイマーネイマーネイマー、あペレちゃんあるんじゃない、あ惜しいな、あそこさディフェンスにちょっと体つけぶつけて、はい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 、下来た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 、ペレちゃんペレちゃん、ペレちゃんペレちゃんペレちゃん何してんの、ペレちゃん、オッケー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 、ペレちゃんいいぞ、あ、いいね、ペレちゃん、お前だから蹴ったのにペレちゃん、お前だから蹴ったのに、俺勝てる、あざあざる、オッケーオッケーオッケー、前棒前棒前棒、よし来た、審判よく分かってんな、89、お疲れ様でした、でーてってーてってーて、あ、ちょっと声かけ、まだ全然分からん、クリアした、てーてってー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 、どうでした、面白いよ攻撃は、ただ守備の脆さはやっぱ出てるね、ただあの全部っていうか3点のうち2点ぐらいかっさらいだったでしょ、それはね僕のプレーでなんとかなるんじゃないかなっていう、見てみましょうか、これはまあいいとして、攻撃はめっちゃ良かったよね、でもね攻撃はマジで良かったよ、あとどこだ、失点したのはこれじゃないな、失点シーンはどこだ、あとはムバッペちゃんがもうちょっとね、これは普通に軍やられてるね、でもこれもねえって感じじゃない、えって感じだけど、まあでもアラン FP アランなのかな、何それみたいな、おクリバリ良かった、クリバリは良かった、かわいい FP クリバリかわいい、カッサライこれこれカッサライでしょ多分、うん、これはもうこれはもう俺のミスやな、これは俺のミスや、これを防げる、次は3点目はカッサライでしょどうせ、いい点ばっか取るね邪魔は、ああこう抜いちゃうからね、また FP クリバリとか関係ねえからな、足はみんな2本だから、また下は取られへんねやろっつって、バルセロナ同じ鍋のパエリア食っただけあるわ、これもくっさいやつだっけ、これもまあくっさいやつだな、これもなんとかできるな、これもだからまあなんとか頑張ってこのフォーメーションになれたら4対1ですわ、4対1、またハイライト見てるわ、うん、いいかもしんない、なのでこれは案件的にはありな案件じゃないかなと思ってます。
ただ4トップ結構きつかったけどね最後ね。うん、まあ、でもなんだかんだ守れそうな気はしたけどね。あ、ということで今チャマくんは何連勝中でしょうか。わかりませんが次5連勝気合い入れて頑張ります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。リトリートアグレッシブは調子1個上げ、さようなら、またねー。